きることはもう何もない、そう思った次の瞬間に小さなアイデアが浮かぶのはなぜだろう。一年が30回、それはそんなに長く思えないけど、私だけが見てきたその物語、もしもあと30年生きるなら、どんな色で描こうか。ことに気づいて、やっぱりどっかずれてるのかもしれない。路地裏の細い道、今度こそあの場所へ続く道、小さなアイデアが私を連れて、それはそんなに長くも思えないけど、誰かが見ててくれた、それは素敵なこと。もしもあと30年生きるなら、どんな世界が見れるかな。もしもあと30年生きるなら、どんな空を飛べるのかな。30年生きるなら、どんな海を越えるのかな。30年生きるなら、イナオイザに何回来れるかな。ゴミが何回できるかな。30年生きるなら、ピカちゃんに何回会えるかな。30年生きるなら、あなたに何回会えるかな。生きるなら、どうもありがとうございました。